を伝えるのに遅すぎるとかないんですね、うん、その通り、うん、愛は絶対に時空を超えると僕は思ってます、うん、皆さんいつも YouTube 登録ありがとうございます。ありがとうございます。江藤先生、うん、私の知り合いの方が、うん、大切なご家族を大病で亡くされて、そっか、はい、でその時になんかもっと優しく関わってあげればよかったとか、うん、もっと素直に自分の愛を表現してあげたらよかったって後悔されていらっしゃって、うん、でもうその方にこう、うん、かける言葉がなくてすごく困ったんですけども、うん、江藤先生でしたらどういうお話をされますか？そうね、うん、失ったものとか言葉とかね、出した言葉とか、はい、それとかしてあげれなかったこととか、そういったものってやっぱり引きずるよね、はい、でまだその人がいたりね、うん、今後も関われたらいくらでも取り直しもできるしやり直しもできるんだけど、なかなかなくなってしまうとね、うん、なかなかそういうように後悔がすごく残ってしまう部分ってあると思うんだよね、はい、でまあ正直に言うとそれは本当に PTSD って言って一時的にね、はい、大切な人を失っちゃうと落ち込んで当たり前だし、すごく自暴自棄、自分がもっとこうしとけばよかった、ああしとけばよかった、なぜ自分はあんな言い方をしたんだろうって落ち込んで、僕は当たり前だと思うんだよね、はい、だからそういう意味ではしっかり、うん、こういうのは当たり前なんだよと思って受け入れてくださいということと、もう一つ、完全な誰かを失った時、亡くした時に完全な介護も、うん、はい、完全な治、うん、そうね、こう治療もないと思うんだよね。例えばもっと別の治療方法があったんじゃないかとか、他の病院に移せばよかったんじゃないかとか、もっとあの時にね、こう親に対してこういう言葉をかけてあげればよかったっていう、これ残念ながら多くの人が病院とかでカウンセリングしてるとね、皆さんが持たれる感情だと思うんです、はい、だからそういう意味では、うん、完璧にやり尽くしたってことはないと思った方がいいかな。うん、だから逆に自分がもしかしたら亡くなる時に逆に子供たちに例えばそういう言葉を言われたり、逆に言えばこうして欲しかったのにと思っても、ああ自分もああやってあげれなかった、してあげれなかったから余裕子供たちもないよねっていうね、うん、うん、自分のこうやれなかったことを許せる人は、はい、他人に対しても需要領域が、許せる領域が広がるんですよね、うん、はい、でも自分はパーフェクトにやるべきと思って、それはとっても立派なんだけど、うん、そうするとパーフェクトにやってくれない、やっぱり自分の子供たちに対しても苛立つんで、だったら自分は不完全だから他人の子供たちの不完全を許そうって、そう思ってあげることが一番大事だと思うんだよね、うんうん、この間、まあ、ある受講生がね、はい、実は今日の講座でこう頭が真っ白になりました、うん、どうしてっていうと、実は母が亡くなったんですって。あ、そっかって。で、母が亡くなった時にね、1ヶ月くらい前かな、写真を撮って西の二重に写った写真がすごく綺麗だったんで、はい、ね、お母さん見てって、すごく綺麗じゃないって言ったら、その写真にお母さんがすごくね感動して、ありがとうって。で毎回それを見せて見せて見せてって言われるんだって、うん、でいいよってその度見せてたんだけど、だんだん毎回見せてって言われるから、もうね、もういいじゃないって言って、割ともうなんか流すようになった時に、まあ、2回目の手術があってね、で、まあ、結果はお腹を開いただけで、もっとない中がすごい状態になってたんで、結果的にお母さんの体を気ぃつけただけでね、その報告を、まあ、娘さんがお母さんにしたんだって、うん、そしたらお母さんが天井を見つめながら、そっか言って、やめだったんだねって言いながら涙をポロッポロッと流したのがね、すごく印象的で、それからというものをお母さん、ね、に対して、ね、
あの写真を見せてって言われるたびにお母さんって、うん、見せるけど、うん、薬飲もうねとか、お母さんが元気なくなってきたからね、うん、もうちょっと頑張らなきゃとか、ね、大丈夫だから前向きに考えなきゃって、全部自分はそうやってお母さんに元気になってもらえるように、うん、頑張ってもらえるようにずっと言い続けてた、うん、でも写真は見せてもお母さん写真よりもさ、お母さんこの薬飲まなきゃみたいなね、そんな感じでやってたんだって。でお母さんが亡くなった後、まあ久しぶりの授業を受けて、あの授業終わった後映像が流れるんですよね、はい、でメンタルはそれに関連する映像が、あなたは愛していますかっていう映像が流れた時に、私はお母さんを愛してますってそう思ったんだって、はい、その人すべてを愛してますかって言われた時に、うん、頭が真っ白になったっていうんですよね、うん、ね、どうしてって聞くと、私元気になる頑張ってるお母さんしか愛せなくて、元気になって当たり前、そして病気のお母さんは良くない、もっと元気になって努力しなきゃっていう、だからお母さんが今すごい辛いとか苦しいっていう気持ちに沿ってやれなかった、だからね、全てのその人を愛してますかって言われた瞬間に、私は全てのお母さんを愛してなかった、そのもののお母さんを愛してなかった、元気になってくれて、当時弟もお父さんも同じように元気になるためにねとか、これ食べなきゃとか、そんな風に思っちゃダメだよって、頑張って治療しなきゃ、その頃母が息苦しいって言ってたんですよ、うん、もしかしたら私もお父さんも弟も昔のように早く家に帰ってきて元気になって普通の姿ばっかりを期待して、そのものの丸ごとのお母さん、今その人と一緒にいること、そのお母さんの辛いって気持ちを一緒に自分は味わえなかったんじゃないかなって、ちゃんとお母さんの話聞いてあげなかったんじゃないかなって、アクティブリスニングで、そして言うメッセージで、お母さんこうしなきゃとか、ね、お母さん薬飲まなきゃとか、お母さんもっと前向きに、そればっかり押し付けて、元気であることがいいこと、病気であることが悪いこと、うん、治療を頑張ることがいいこと、治療を諦めてしまったお母さんが悪いこと、自分は逆に言えばそのものを丸ごと愛してなかったんじゃないかなと思ったら、頭真っ白になってってな、あの言われたのね、うん、本当に、うん、今ならその人がこう言うんです、今ならお母さん一緒に虹見よ、写真見よ、うん、そしてこの写真をお母さんは多分この病室の窓から見た、あの部屋の窓はどちらかっていうと空が見えなかったから、実は私が何気なく撮った虹の写真もお母さんにとっては10倍にも20倍にも美しい景色だと、うん、それを丸ごと白紙の状態で、先生が常に人の話を聞きましょうって言ってたのに、私はその白紙の状態ではなくて、元気にならなきゃ前向きにならなきゃばっかり押し付けて、お母さん綺麗ねって、素敵ねって、今だったらその虹の写真を本当に拡大して、そしてお母さんのベッドの横に置いて、今この瞬間を楽しんで、病気のお母さんも大好きだよ、お母さんそのものが大好きだよ、虹きれいね、実はこの虹見た時こんな思い出があったんだよって、お母さんがその虹の中にすごく幸せを感じてるんだったら、一緒にその瞬間をどうして自分は楽しめなかったんだろう、そういうようなことをね、こう語ってくれたんですよね。すごく、うん、僕は考えさせられましたね、うんうん、そうね。ただね、インディアンの長老は言ったんですよね、はい、こう亡くなったって言っても伝わらないわけがないんだよノブって言うんですよね、うんうん、思いは必ず伝わる。だから僕はその話をして、もしよかったら今から虹の写真ちょっと拡大してお母さんの、ね、その仏壇の横に飾りませんかって、そして今やり残したこと、あの時伝えたかったこと、それをアイメッセージで語ればいいじゃないですか、伝わるとか伝わらないかではなくて、それはあなたのためにもすべきだなっていう話をしたんですよね。一緒に語ってあげましょう、一緒に伝えてあげましょう。インディアンはこう言ってますよ、思いは必ず、うん、伝わる、うん、だから
講座の中で時間差愛メッセージっていうのがあって、うん、その時に怒ってしまったけど後で愛メッセージ言い換えるとか、私はあなたに対して腹立ったんじゃなくて寂しかったんだねって、こうやってお前にこう言ってもらいたかっただけなのかもしれない、ごめんねって言っても、子供たちは怒られた僕はダメな子じゃなくて、お母さん寂しかったんだなと思って後で伝わる、こういうのを時間差愛メッセージって言うんだけど、はい、それを講座の中でいろいろ具体的にやっていくんだけどね、うん、そういう意味ではそういう時間差愛メッセージを思い出してくださいって、それは今生きてる人だけじゃなくて亡くなった人にも時空を超えてインディアンはそうやって伝わるって言いましたから、うん、だからもしその人に対しても言えることだけどね、もし言いそびれたことや伝えられなかったことがあったらもう諦めないで、うんうん、お手紙に書くにしても、それはねその人のためにもなると思う。自分の中で、ね、全部一回その思いを伝えるっていうことはきっと、うん、その人が前向きになるためのすごく大事な治療にもなると思うんで、まあ、そういうお話をしてください、はい、ね、きっとね、その虹の写真はその家族をすごくいつも守ってくれてるみたいなんで、ね、そういうことも大切にしてみたらどうかなと思います。そうですね、なんか愛を伝えるのに遅すぎるとかないんですね、うん、その通り、愛は絶対に時空を超えると僕は思ってます。もうこの話を私もできるようにお伝えしてみます。やってみてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんからの質問やコメントもお待ちしております、うん、こうやってねいろいろ質問してくれたり聞いてもらったりすると、何かもしかしたらインディアの知恵だとか心理学の知恵だとか自分の人生で感じたことも伝えられるかもしれません。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さようなら。さようなら。